どうもお久しぶりです。ママヨです。今回こちらの動画を開いていただいてありがとうございます。動画のタイトルにもある通りですねちょっと、私のなりすましについてですねちょっとお話ししたいんですけれどもちょっとご興味ある方だけでもいいんですけれどもね、ちょっと聞いていただけたらと思います。なりすまし、だいぶですね、結構前からですねいるのはちょっと知ってたんです、気づいてたんですけれどもあのね、なりすまし、まあご存じない方もいるかもしれないのでちょっと、ご説明したいと思うんですけれども、ライブですね、ライブ楽しいですよね。たまにね、仲良しのね、YouTuber さんの、ライブとかはちょっと見たりすることはあるんですね。でもですね、コメントはもうほぼ私残してないんです。チャット欄に入ることはほぼほぼありません。一番最近のライブで、チャット欄に、コメントを残したのはですね、井上さん、あのライブにはですね私コメントしましたそこにはね結構仲いい人たちがいたので、はい、ちょっとねみんなと会話したくなったのでそこにはちょっと、書き込みました。これは間違いなく私です。はい、それ以外のねライブ会場、もうつい最近だともうね大物 YouTuber になられましたけれども仲良かったですね、チャンネルさん、なんと35万人いたということで本当におめでとうございます。もう大好きな、仲良くしていただいた方ですのでね、もうたまに、見に行きますでもコメントすることは本当にまずないんですね。ただですね本当そうやってたまに見に行くだけでもですね、ママ用の、アイコンを使ってですねコメントしてる人をしょっちゅう見るんですね。まあ 100% ではないですけど除いて 80% ぐらいはママ用のアイコンの人がいますね。私も最初すごいびっくりしたんですけれども、ただそのコメントの内容がねそんなになんか変なことも書いてなかったのでまあほっといてたというかですね、別にまあいっかって感じでほっといてたんですよ、要するに。ただですねその35万人おめでとうございますのライブ見てた時にですね、あまりにもちょっとその知り合いの人にね絡んでたりあとはですねそのママヨですママヨですっていう感じですごい自分をアピールしちゃってるんですよ何のためにまあしてるのか分かんないんですけど、まあ、もしかしてねその私ママヨチャンネルはかなりも低浮上なので、まあ、それをあぶり出したいよっていう、まあ、レアなファンの方なのかもしれないんですけれども、まあ、そこは感謝したいんですが、やっぱねちょっと人様のライブ会場に行ってあんまり自分アピールとかされちゃうとですねご迷惑かかりますし、あんまりかっこよくないと思うんですよ。なのでねちょっと私のなりすましさんはですねちょっとやめていただきたいなと思って今回ちょっと動画を撮りました。まあ、ちょっとほっといてたんですけど、まあ、さすがにまあ炙り出ししたいかったんであれば成功なのかもしれないんですけれども、若干ねやっぱネガティブっぽい動画にもなってしまっておりますので、あんまりねそういうの撮りたくなかったんですけれども、まあ、知り合いの方とかね家族もママヨチャンネル見たりしてますのであんまこういう動画上げたくなかったんですけれども、さすがにちょっとなんか不本意なことをやってる感じに見受けられたので、さすがにちょっと動画でねやめてもらっていいですかとお願いしたくてですね、今回このように動画を撮りました。うん、すいません大物 YouTuber の方々のライブにね、私のなりすましの人がですね、ママヨですって普通だってねチャット欄で自分の名前連呼するってなんかいませんよね、あんまそういう人って。なんかやっぱまあそういうことはやってほしくないなっていうのと、それがまあ本当に私がやってるみたいにだんだんなんか思われるのがすごいやっぱ嫌だなと、まあ、思ってしまったのでね、ちょっと本当やめていただきたいっていうのと、あとまあしょっちゅう私がライブ会場に現れるよっていうクリエイターの方々はですね、もうちょっとそのママヨっていうアイコンで、コメントしに来た人は全部ブロックしちゃってください。はい、
私本当あのコメントすることほぼもうないのでね、私をブロックしてることにはなりませんし、まあ、もしブロックしたらね、そのブロックした人物って見れますので、そこにねハンドルが今もう一人に一個ねハンドルが、あると思うんですけど、まあ、私のハンドルはもう見た通り、アットマークママよっていうものですから、それ以外の人はもう完全なりすましだということなので、明らかにできることなのでね、はい。まあ、とにかくあのライブ会場にですね、あの私のアイコンで語ってる人がいたらですね、それはもう絶対に私じゃありませんということをちょっと、まあ、大した話じゃないんですけど、ちょっと私的には言っておきたかったのでね、はい、そういうことでございます。すいませんね、なんか私なんかねもう別に記憶にもないしさどうでもいいとは思ってると思うんですけど、やっぱライブ会場にね来られるからには、あ、まあ、迷うかなって思うと思うんですよ。でなんかそういう縦横無尽なことやってんなみたいに思われるのもちょっとやっぱもう嫌なのでね、はい、それ書いてる人はもう全部私じゃございませんということを、はっきりここに、伝えたいと思います。はい、長々とすいませんでした。そうですね、ライブ会場覗きに行ってる人たちはですね、私の大好きな、クリエイターの方たちですので、はい、応援しております。またね見に行くことはあると思いますが、ちょっとチャットの方は私控えてる状態ですので、はい、チャットはしておりませんので、はい、よろしくお願いします。